楽ですね。まあまだ今の段階から。そう、最初楽やね。これはかなりきついと。これね、みんなやばいね、これみんな。みんな、できてるこれみんな。もう来ますよ。この右足だけを、はい、下に下げて、そう、地面すれすれになって上がって、ああこの辺からこれもやばくない？これもやばいっす。やばいやばこれはもうやばいっすね。ああすごいですね。ウエストがかなりもうウエストきてますね。内転筋にもかなりきてますし、そう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 、お足を上に上げてるのでむくみ解消にもなります。確かにね。呼吸を止めずにゆっくりと自分のペースで呼吸してください。やばいっすよ。やばいやろ。壁に足ついてもいいんですか？まあそうだね。あの職員編として。そうそうそう。壁に足つけた方が楽で。楽ですね。うん。壁に足をつけると普通のストレッチ的な感じになって。はいはい。上げてると筋肉使いますね。そうそうそう。これは地味。ウエストより下が全部効くっていう。効きますねこれ。これも腹筋から力が、腹圧が抜けてると腰が反って腰が痛くなってくるので、確かにそこだけ気をつけてください。真ん中に力入れて、そう、はい、今度ワイパーで、ワイパー両足一緒に。マジっすか。これはかなりきついと。これね、みんなやばいね、これみんな。みんな、できてるこれみんな。これね、体幹めっちゃつけますね、これ。うわ、あとこれ2セット。そう、これ結構きついよ。ベーシック足か。このうわ、でも腰痛ストレッチでこういうやつもね、ありますね。うん、ただこの体勢でやるとめっちゃきついみたいな。きつい。本当にきつい。次足パカクロスになります。クロス広げてグッと上でクロス、クロス、うわ、これは結構腹筋の上の方まで効いてきます。うわ、きつい。ちょっと待って。
ねじればねじるほど本当にもうきついっすね。多分うちのチャンネルのみんなは最初はもうゆっくり自分のペースでねやってください。うわ腹筋割れるよこれ。確かに。よし、まさか足とかこんなに効くなんて。こんな効くとは思った。結構みんなこう足パカ楽勝なイメージがねある人が多いんですけど、実際はめっちゃきついです。はい、ベーシック足パカにしました。はい、普通の足パカです。これがもう休憩に覚えるから、これ休憩ですね。あけどだいぶ筋肉使ってるから、めっちゃ汗じわじわきますよ。楽してるのか。きついよ。分かんないよね。寝たまま。まあ寝たまま楽な姿勢ではあるし、まあ、むくみ取りにもなるし、こういろんな効果はあるものの。確かに。きついけどね。今もう下半身痩せしたいから一番いいですね。これ10分間やりきるとやっぱりなんか達成感があってね。ありますね。さっきの10分に蓄積して片足右だけ。お前らさっきのストレッチが、はい、さっきのストレッチとか小顔のね、あのやったのとお客さんのチャンネルで全然一緒じゃないぐらい長い。これ終わらへん、これ1分長いみたいな。めちゃめちゃ長い。さっきすぐ終わったのかなって思って。下の概要欄にコラボした動画も貼ってますので、ぜひね、高橋さんのチャンネルの方もぜひ見てみてください。はい、お願いします。はい、本当にうちのチャンネルで声が多かったなと思います。それを見てください。ああ、はい、僕も川島さんとコラボしてくださいという声が非常に多くて。よかった。視聴者層が結構ね多分似てますね。同じやつが健康美容に。休憩ですね。腹筋しっかり意識して、そう腹筋かけれない人多いからね。確かに。やるとやばいよ。やばいですね。いや、5分ぐらいなんですか。ワイパーです。ワイパー、こっからですね。そう、最後の2種目がきついから。まあ、なんで皆さん無理をしないように。本当ですね。できる範囲で、はい、うちのチャンネルのみんなはまだゆっくりからね、始めましょう。川島さんもいつも筋トレとかするの？しますよ。でも週に2、3回する。おお、すごいよ。でも HIIT します。たまた式を。ああ、なるほど。俺もそれっすね。たまた式なんか結構いいっすよ、やっぱね。短時間で。短時間で集中して。論文的にもあれの方が、そう疲れにくくなんかすごい多かったですね。よし、よし、ラストですよ、みんな。よし、はい、
クロス。なんかボクサーみたいな最後のラウンドやったら頑張る。さあもうだいぶスパニー来てるわ。来てますよね。これが一番きつい。もう最後締め上げるからね。ギュッて。うわうわうわめっちゃ効く。よくやった俺たち。やった10分間焦るんだけど尋常ないですこれ。かなりこれはいいですね。いいね。あの本当に寝る前朝起きた後、まあお風呂から布団から起きたらすぐにやっていきましょう。はい、まあ、ゆっくりゆっくりね、まあ、最初やってみてください。はい、ということで、今回ですね、マッスルウォッチングの高柳さんが今回うちの、動画の方で、まあ、足パカ運動ですね、紹介してくれたんですけども、ぜひですね、こういった運動の、動画をたくさん上げられてますので、うん、下の概要欄からぜひ見てみてください。もう現在70万人も登録していますので、もう大手 YouTuber です。はい。はい、ということでぜひね、Twitter にとね、ぜひチェックの方よろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。